リンウッド・バークレーはアメリカ生まれのカナダの小説家、ユーモア作家、元コラムニスト。2007年に上司した失踪家族はカナダのみならず世界中でベストセラーとなった。1955年、コネチカット・シューダリエンに父、ムリエルと母、エヴァレットの間に生まれる。父はプロのイラストレーターでトロントのウィリアム・アール・テンプルトンスタジオから仕事を得たのを機に、 一家は1959年にカナダへ移住した。1966年、休暇を取った一家は、オンタリオ州のキャンプ地ボブ・ケージョンで、父が肺がんで亡くなるまでの約5年を過ごした。オンタリオで育った作家、ロス・マクドナルドの作品にインスパイアされ、子供の頃から推理小説を書くことに興味があることを自覚していた。高校卒業後、ピーター・ボロにある、 トレント大学で文学を学んだ。同大学の教員の一人が、作家のマーガレット・ローレンスだった。大学在学中にマクドナルドと手紙のやり取りをした、ことで、より奮起した。二人は一度だけ対面し、その時ミラーは辞書にホーリングと、アイ・ホープ、サムデー・ウトライト・ミー、とメッセージを入れてくれた。 大学を卒業はしたものの書いた小説が売れることはなく、1981年に地元の新聞社トロントスターに就職した。1993年同志のコラムニストだったゲイリー・ローテンスが亡くなったのに伴い、彼の後を継いで週に3回のユーモアコラムの担当となった。また、自身の記事や短編集3冊をポッドキャストで公開した。 2004年から2007年にかけて、仕事の傍ら、日中は、新聞社のコラムニストの仕事をする、探偵ザック・ウォーカーが主人公のコメディミステリーを上司、イングランドで観光されると、そこそこヒットした。ブレイクしたのは2007年、失踪家族を上司するや、国内外で100万部の売り上げに早々に達し、一躍、ベストセラー作家に踊り出た。著書のプロモーションのため、 2008年9月まで1年間の休暇を取り、少し早い6月28日に最後のコラムをしたため、トロントスターを辞職した。2012年に上司したトラストユア,アイズは、イギリスのメガネメーカースペックセーバーズがスポンサーを務めていたクライムスリラーアウォーズで最終候補になった。アメリカでは、同作は激しい入札の末にハリウッドスタジオが判件を獲得した。 公開家族は、アーサー・エリス賞長編部門を受賞した。オンタリオ州のオークビルに妻と暮らして30年以上になる。ありがとうございます。